こんにちは、りょうです、えー。今日はね、失敗や嫌な過去を変える方法について、えー、考えていきたい、話をしていきたいなと思います。えー、質問いただきました。 えー、私は今まで失敗ばかりの人生でした、えー。自分の責任ということは分かっているのですが、ミスをしたりすると自分を責めてしまいます。えー、失恋をしたりすると、あの時なんであんなことをしてしまったんだろう。ああしておけばよかったと悔やみます。えー、学長は原因自分論ですべて,て自分の責任とおっしゃっていました、えー。学長は失敗した過去もたくさんあるとのことですが、どのように考えてきたのでしょうか。過去は変えられませんが、過去の失敗に対してどう考えればいいのでしょうか。教えていただければ幸いです。ってこととね。えー、もう一人、えー、私はどうしても許せない元恋人がいます。 えー、とあることで裏切られたのですが何年経っても許すことができません考えただけで嫌な気持ちになりますそれがきっかけで人を信じることができません、えー、学長は人に裏切られたことはありますかその際はどう対応されたのでしょうか、えー、それからもう一人とさらにもう一名ね、えー、私は幼少期親の裏切りでなかなか人を信じることができません、えー、学長は騙されたり人を信じれなくなったことはないのでしょうかってことでね、えー、この手の質問結構ちょくちょくいただくんですよねということでちょっとまとまってきたんで、えー、話をしていきたいかなと思いますと。 で、結論なんですけど、えー、僕自身はね、過去は変えられないけど、過去の解釈を変えることはできると思ってて、えー、過去の捉え方を変えることはできるってことですね。で、その人を許すんじゃなくって、その人自体を許すって思うと腹が立つし許せないかもしれないんですけど、その人を許すんじゃなくて自分のために許すっていうね、えー、そう考えて生きてきましたね、えー。もう少しね、解説したいと思います。例えば、裏切りについてなんですけど、 まあその悪口とか、ちょっと嫌がらせをしてくるとか、どうしてもね、なんか好きじゃないとか、なんかこう腹が立つ相手とかね、そういう相手とかは、あの、人間生まれ変わり1回目なんだなって思うようにしてて <laughs>、あの、とか、 あ,あ、カレーライスが食べたいって言ってるなあとかね。まあそういう風に思うようにしてますかね。あのー、だたまにね、こうやって YouTube やってたりとか Twitter やってたりとか、まあクソリップっていうやつなんですかね。まあ、あのー、数の割には、人数の割には少ない方かなと思ってるんですけど、もちろんゼロではなくて、たまにね、あのー、飛んでくることとかあるんですけど、そういう時はね、あのー、カレーライスが食べたいって言ってるなとか思うようにしてますかね。とか、まあ合っててね、まあ最近はほとんどあのなくなってきましたけど、どうしても理不尽なことって、まあまあ生きてたらあるじゃないですか。 で、理不尽なこととか、えー、そういうことがあったら、まあ、この人はちょっと人間生まれ変わり1回目なんだな、みたいなね、なかなかうまく喋れないんだな、みたいな、そういうふうに思うようにしてますかね。その上で、まあ、自分にできる範囲で、その人とは距離を置いていく、まあ、嫌な人とは付き合わないってことですよね。だからそういう種をまかないってことで、だんだん人間関係ってね、あのすごく楽になっていくかなと僕は思ってるんですけどね。で、あの僕自身過去にもちろんたくさんのね、裏切りっていうのにはやっぱりね、あってきました。あの、まあ、どれを裏切ると呼ぶかっていうのもよるんですけど、本当にね裏切り っていうのはたくさんありました、ね、でまあどんなことかっていうと本当にいろいろあるんですけどもうあんまり覚えてないですけどねその元社員が例えば会社のものとか、まあ、お金取,ら取っていったこともあるしあの情報を売ったりしたこととかねソフトウェアとかあのものとかをね持ち出して辞める社員がそうやって持っていったりとかもありますしもちろん言われのないこととかあの暴言浴びせられたりとかもありますしね。 まあもちろん騙されたりしたこともあるし、理不尽な思いをしたこととかね、まあもちろんいろんな失敗もあったりとか、まあ本当にその何も知らずにいきなりビジネスの世界にどこかに就職したりとか社会経験がほぼない状態でいきなり僕はビジネスの世界に入ったんで、すごく汚い大人の世界でもうほん、マジでみたいなね、なんていうこともやっぱあったのはすごくたくさんありました。特に10代の時とか20歳前後の時とかはやっぱりそういうことがすごく多かったですね。自分自身もそういう見分け方もわからないし、やっぱり選球眼がなかったんでね、そういうことはたくさんありました。 まあちょっとあんまり話せない内容とかもあるんでねまあ飲む機会があ,のあればとかね皆さんと飲む機会があればそういう話もねしたいかなと思ってるんですけどねでまあ普通の人が経験したらこれはちょっと死ぬんじゃないかなみたいなね人生何回か死なないときついんじゃないかなみたいなまあそういう時とかも実はあったりとかねまあ誰でもまあそんな大きなことじゃなくても誰でも生きててやっぱ許せない相手とかされたことなんか許せないことされたとかまあそういう経験ってねやっぱありますよね で、やっぱ悔しかったりとか腹が立ったりとか許せなかったりとかってね、あると思うんですよ。あの、あれだけのことしておいたのにとか、相手は謝ってこないとかね、これだけあったのにとか。まあ僕自身ね、そういう経験ってあって、なかなか許すことができなかった時期とか、あやっぱり自分は間違えてないのにとか、なんでこれだけひどいことをされるんだろうとか、やっぱりそうう許すことができなかった時期っていうのもね、あったのはあったんです。でも、あの、二十歳ぐらいの時ですかね、でもちょっとふと思ったんですよ。その、結局許せない、 その腹が立つ相手のことを考えてる時って結局自分自身が過去にとらわれてるなと思って今生きてるのは今のはずなのに過去にとらわれる過去のことを考えてる自分っていうのは自分で今の自分を傷つけてるってことなのかなと思ってでそう思った瞬間に 相手を許すことはできないかもしれないけど、なんか自分のために相手を許そうかなと思って、自分のためって思ったらなんかこう腑に落ちたというか、僕自身は許すことができたんですよね。で相手を許してる、も,もちろん相手を許してるんですけど、その自分のために許すっていうかね、相手のために許すことはできなかったとしても、自分のために許すことはできると。いつまでもその過去のね、されたこととか言われたこととか、そういうことにとらわれてね、せっかく今から楽しく生きようとしてる自分自身をあの許すとか、自分のためにやっぱり許してあげようってうね、それを邪魔される必要はないなと思ったんでね。 それを自分自身で邪魔してしまう必要はないかなと思って、だから自分にできることはあの相手のために言ってるか自分のために許すことはできるかなってまあそういうふうに思ったんですよね。 で、まあ失敗とも関連してくるんで、ちょっと失敗のつ話もしたいんですけど、その生きてていろんな失敗ってするじゃないですか、やっぱりね。生きてていろんな失敗ってすると思うんですよ。仕事とか恋愛とか、まあ家庭のこととかね、人間関係とか、まあ自分じゃどうしお金のこととか、まあいろいろあって、自分じゃもうどうしようもないこととかも時にはっていうか、まあ結構多いですよね。自分じゃどうしようもないこととかも多いと思うんですけど、でも、その点と点がやっぱりどこで繋がってるかっていうのは誰にもわからないかなと思ってて、失敗に関して言うとね。僕は、あの、周りから見るとすごく順風満帆に見えるかもしれない ないんですけどね今はそういうふうに見えるかもしれないんですけどやっぱりたくさんの失敗の上であの今に繋がってきたんですよ本当にあにたくさんの失敗をしてきてその上で何度かその回毎回毎回その失敗と向き合って改善してやってしまったこととか失敗したこととかいろいろあるんですけどそれと向き合って改善して繰り返して今に繋がってきたんですねでと、まあ、会社経営なんて特にそうであの自分はもう本当に経営する器がないなとか今すごいねいい社員に囲まれて。 いい関係だし、あの、いい会社、いい会社ってね、言ってもらえることも多いんですけど、本当になんかその会社経営者としてね、あの、社長としての器がないなとか、あの、人間的に器が小さいなとか、これだけ失敗して、人のことで失敗して、繰り返していろいろ改善してるつもりなのに、まだうまくいかないのかって、これだけうまくいかないっていうことは、もう本当に自分にはセンスがないな、みたいなね、こう涙する夜っていうのもあったわけで、でも、 あのこんなとこんなことがとかあの時の失敗とかあの時うまくいかなかったやったことが今になってこんなところにつながるんだななんていうことも本当にたくさんあるんですよね。で今となってはあまあ成功するには必要な過程だったんだなって思うこともたくさんあるんですよ。 だからそう思った時に過去の解釈を変えるって書き換えることはできるんですね。過去は変えれないけど、その過去の解釈を変えたりとか書き換えていくってことはできるんですね。あの挑戦をすることによってね。で、失敗はやっぱり挑戦、失敗するのが怖いっていう人とかもいると思うんですけど、失敗はやっぱり挑戦したからこそだと思うんです。 もちろんね、何かにチャレンジすればうまくいくこともあればやっぱり失敗することも多いですよね。どっちかって言ったら何かにチャレンジしたら失敗することの方が多いと思うんですよ。で、失敗っていうのはその瞬間にやっぱ止まってしまうから失敗になるんであって、その失敗をもとにね、試行錯誤をすればどんどん成功に近づいていくわけじゃないですか。 で、まあ、まあ恋愛とかだったらね、まあ、勇気を持って告白し,てしたりとかねぶつかったから結果があるわけだし、まあ、仕事だったらチャレンジしたからこそ失敗もできるわけだし、まあ、それ以外もそうですよねいろんな失敗をしてそれを元に試行錯誤していけばやっぱり成功にね近づいていくと思うんですそうなっていくとだんだんいろんなあの捉え方過去の捉え方って変えていけると思うんです で過去の辛い体験とかねまあもちろん自分でチャレンジしての失敗とかどうしようもなかった家庭環境とかいろいろあると思うんですけどその今からの自分次第で捉え方ね過去の捉え方を変えるってことはねできると思うんですまあ例えばねいじめられて悲しい思いしたっていう人とかもねいると思うんですけどそういう人だからこそ人に優しくできたりとかなんか人の嫌なね気持ちっていうのがすごくよく分かったりとか結構そのいじめられ経営者とか後で話しますけど経営者とかでもねいますよねいじめられてたからこそそれを反骨精神で頑張れたとかね 思いいら思したかかか、かこそ、まあ、人の痛みわるとかなんか自分を大切にしてくれる人っていうのをよりね大切にできたり,でできたりとかねそういう人のありがたみがより分かったりとかねまあ、別れとかがあった恋愛に限らずやっぱ人とのいろんな別れがあったからこそ今の出会いがあったりとかねその時こう人と別れたりとかそういうのってすごくあのな 苦しかかっったりとかねそういうい時もやっぱあるんですけど今とか今はすごくいい人たちに囲まれてるとあ、ああいう人たちとの別れがあったから、今の人たちとの出会いがあったんだなってやっぱ思えるわけでね。今を良くしていったら、未来を今を良くしていったら、やっぱり過去のそういう別れも含めていろいろ捉え方を変えていくことができますよね。その過去のその別れがなかったら、今のいい人たちとは出会えなかったんだって思ったらね。とか、まあ、もしくはね親にされて嫌だったこととかもあるかもしれないですけど、そういうことは子供にはしないでおこうとかね、そこで立ち切るみたいなね。でたくさんの人が 離れていったからここも一緒ですよねあの僕自身はあのたくさんいろんな人が離れていった時期とかっていうのもあるんですよ実際ねで今すごくたくさんいろんないい人ばっかり囲まれてすごくいい状態で過ごせてるんですけどあのその離れ人が離れていった時期とかもあってなんかこう一人ぼっちだなって思った時期とかもあったりとかやっぱりそういう時ってすごく苦しくってやっぱ孤独ってね寂しいですよね。 でもなんであの今ねいてくれてる人をより大事にしようとかね思いますしその人をね信用できなくなりかけた時とかもあるのはあるんですよねあのこれだけいろいろ裏切られたり嘘をつかれたり騙されたりとかそういう子目に遭うとやっぱりこう人間ってそういうものかなとかねあなんか信用できなくなりかけた時とかもあるんですけどやっぱりそれはね今信用してくれてる人に失礼だなってその瞬間とかも思ってねそれはやっぱり結果友達も今の自分も傷つける行為だなと思って今残ってくれてる人をやっぱり大事にしよう今現在いてくれる人を大事にしよう そういう風うに思ってやってきましたね。で、成功者とか、まあ、経営者、周りの経営者とかでも過去にトラウマ抱えてる人も結構多いんですよ。まあ、中卒とか学歴とかね、まあ、いじめとか家庭環境とか貧乏とかね、それをエネルギーに変えていった人も多いんですよね。で、そういう人たちっていうのはやっぱり過去のね、捉え方をこう変えていってる人たちが多いですね。で、あの原因自分論で何でも自分が原因って考え方ね、えー、について話したことがあると思うんですよ。別の原因自分論で考えようって別の人生論の動画で話したんですよね。で、 原因自分論はその自分を、大切にすする考え方なんですね自分を原因は自分だから自分を責めようってそういう考え方じゃなくって質問者の方みたいねその自分をどちらかといえば大切にする考え方なんですよ自分を責めるための考え方じゃなくて原因を認識して自分に変えれる部分を変えていこうって今後良くしていこうってそういうね今後に生かそうってそういう考え方なんですよ例えば人に裏切られたとするじゃないですか人に裏切られたからそいつが悪いあいつが悪いといかもしくは あのそういう素養のある人と付き合ってしまった自分が悪いとかね例えば何かそのじゃあ浮気をされたあ浮気をされたのは自分のせいだ自分のせいだとかそういうことじゃなくってあのそいつが悪いとか自分を責めるとかそれどっちでもないんですよそういう素養のある人と付き合ってしまったとかね例えば見抜けなかったとかねもしくはそういう人を寄せつけるようにしてしまってた自分とかどういう自分原因はどこにあるのかっていうのを認識してどこを変えていこうってそれだけの話なんですよね。 何かこう恋愛でうまくいかなかった人とかいるじゃないですか。えー、自分なんて自分が良くないんだとかじゃなくって、その自分の良くなかった部分は認識できたねとか、だから直していこうとかね。もしくは、そもそも論で自分の問題もあるかもしれないですけど、その前にどうしようもない相手っていうのはやっぱいるわけじゃないですか。ね、もうどうしてもそのお金のところでもうどうしようもない人っていうのもいるし、えー、めちゃくちゃひどいことしたりとか、えー、DV とかわかんないですけど、いろんなね、ことする人っているじゃないですか。いくら自分がこう変えていったとしても、もうそもそもサイコパスみたいなね。 でそういう相手っていうのは何をやっても無理なんでだからその自分があの悪いってそういうものじゃなくってもう少しその根幹のところそういう人とそもそも付き合う相手選びを間違えてしまったとかね。えー、だからあのー 何かそのそういう人と今後は付き合わないようにしようとかね自分を大切にしてくれない人とか一緒にいて悲しい思いに常にさせられるような人とかねそういう人と付き合ってしまったのは自分そういう人を引き寄せてしまったのも自分っていうことでねそういうふうに認識してじゃあ次何を変えていこうってそういう考え方なんですよねでまあ質問者の方ね多分優しいと思うんであの優しくない人っていうのはねそんなところあんま反省したりしないんでね、えー、なんで十分で優しい方だと思うんで別にその自分を責めたりとかねそういうことはあのせずにちゃんと認識して じゃあ今から変えれるこここととは何だろうって変えていこうっっててていねそうしたら過去の捉え方もあの変えていけるんじゃないかっていうそういうことですよね。なんで、えー、今は失敗かもしれないけどやっぱり今後の努力とかね、まあ、考え方とかその今後の行動とかチャレンジすることによってあの過去の捉え方っていうのが変わったりとかね過去が書き換わるんであれば要は失敗なんてないよっていうそういう話ですよね。そこで終わっちゃうから失敗になるだけであのっていうとその道を続けなさいってことじゃないですよ。 例えば会社に入ったの失敗ってね、えー、なったとしてね、嫌な場所にずっとそこに居続けなさいとか、そういうことじゃないですよ。えー、ずっとそこで終わっちゃうから失敗になるだけで、今の会社にずっと居続けたら成功になるかもしれない。そういうことじゃなくって、あ失敗って思ったらそこで反省して、えー、何か改善すればいいわけですよね。あの会社を変えるのか、まあ、付き合う人を変えるのか、えー、自分の何かを変えていくのかとかあると思うんですけどその、たとえね、道を変えたりとか、今は失敗だったなって思うことであったとしてもね、 え何かしらの形で挑戦を続けていこうって改善していこうってそういうことでえ将来的に失敗ではなくなるってことですねチャレンジ続けていけば過去の解釈を変えたりとかえ過去を書き換えることができるとえそうなったら失敗なんてないんじゃないかっていうねえいうことで勇気を持ってねチャレンジしていきましょうってそういうえ今日はねそういう話ですねえ僕自身も頑張りたいと思います少しねえ回答がそれちゃったかもしれないんですけどえ何かしらねえこう回答に近づけたとこう答えにね近づいてもらえたらえ嬉しいです ことこで、えー、今日もありがとうございました。